組は少年男子 100m 決勝が行われます。大会記録は10秒21 U20 日本記録は10秒01日本記録は9秒95です。準決勝を最も良いタイムで通過したのは5年の関口くん新潟。現在高校ランキング2位、インターハイのチャンピオンであり国体との2冠を目指します。6レーンの高橋くん千葉は 100m では10秒48のタイムを持ち、 200m では高校ランキングトップの選手です。また2レーンの黒木くん福岡は9月に10秒29と自己ベストを更新しており、更新部高校生で最も良いタイムを出しています。実力者ぞろいの少年男子 100m 決勝、まもなくスタートです。少年男子 100m 決勝出場選手をご紹介いたします。2レーン、黒木海人、福岡。3レーン、大友一樹、秋田。4レーン、大石力、京都。5レーン、関口雄太、新潟。6レーン、高須風斗、千葉。7レーン、福沢亮明、長野。8レーン、小島拓磨、愛知。9レーン、倉沢幹弘、宮崎。以上の出場で少年男子 100m 決勝。10秒03。2着、大石君、京都、10秒701。